こんにちは、ハブティー。はい、まえのんです。今日はですね、2018年秋の毎日メイクをご紹介したいと思います。どうぞ。はい、それでは早速始めていきたいと思います。今日は皆様に謝らなきゃいけないことがあります。実は今日毎日メイクの撮影なのに、ファンデーションをお家に置いてきましたごめんなさい。いつも使ってるものではないんですけど、さっきドラッグストアでちょっと買ってきたのでそれになっちゃうんですけど、普段使っているクッションファンデはイヴ・サンローランの30番の色です。クッションファンデの、今回はクッションファンデ違うものなんですけど、こちらを使っていきたいと思います。ミシャのクッションファンデーションのマットの23番です。こちらちょっとね、明るい色しかなかったので明るめになっちゃうかもしれないんですけど、あんまりつけすぎないようにします。クッションファンデ終わりました。コンシーラーはこちらです。ナーズのラディアントクリーミーコンシーラーです。はい、これはいつも使ってるやつです。よし、伸ばします。はい、パウダーはこちらです。ナーズのライトリフレクティングセッティングパウダールースです。1410番の色です。これはいつもの変わりませんね。ここに乗せていきます。少し出してブラシに取って、手にかかりますから混ぜます。結構マットタイプのクッションファンデなので、こちらはあまりつけなくてもいいかも。薄く乗せます。なんか今日服が地味ですね。私なんか背景キラキラしてるし続いて眉毛に入っていきます。眉毛ではこちらです。イプサのアイブロウクリエイティブパレットです。はい、こちらはたくさんの色が入っているのでよく混ぜて使ってます。最近はですね、こちらの上の2色にこのピンクを混ぜて使ってます。よし、乗せます。よし、眉毛終わりました。そしたら眉マスカラに入っていきます。こちらはですね、秋メイクぶりに登場って言っても、私秋メイクの撮影から毎日使ってるんですけど、こちらを使っていきます。メイベリンのファッションカラードラマ、ファッションブロー、よきさん言ってくださいよこちら、メイベリンのファッションブローカラードラママスカラのバーガンディです。こちらを使っていきます。こちらはね、すごい赤いブラウンっぽいカラーで、めちゃくちゃ可愛いんです。私どっちかっていうと髪色が今赤っぽい色が入ってるので、この色にしてからもいつもこれを使ってて、でもなんか赤が入ってない友達もこれ使ってもらったらめっちゃ似合ってたんで、なんかおしゃれなポイントにこう眉毛をちょっと赤っぽくしたい方はすごいおすすめです。乗せます。多分全然違うと思う。はい、反対も乗せます。眉毛完成しました。そしたらですね、次に涙袋の影を描いていきます。こちらも使います。でで、ミセのカラーリングアイブロウパウダーの BR の2番です。こちらの下の2色を混ぜて涙袋の影を描いていきます。なんかこのイプサのアイブロウパウダーは普通これ眉毛用なんですけど、ミセとかケイトとかのカラーリングアイブロウパウダーの方が逆にこう色を混ぜたりとかしやすいかも。割とこのイプサのやつは単色使いの方が向いてるのかな。あんまり混ざる感じはしないかも。こっちはなんかすごいいい感じにグラデーションとか混ざってくれるので、私はこっちの方が好きですね。いつもこれよく登場してるので、今日はこっちのね、リップさんを使ってみたって感じです。はい、涙袋の影を描いていきます。はい、描けました。そしてですね、最近ハマってるのがこの下の2色を混ぜてノーズシャドウのこの部分だけ最近のせてます。のせる位置は鼻があったら、前まで結構この三角の部分にこう入れてたんですけど、最近は鼻の先だけ入れてます。こういう感じで、そうするとここがシュッて見えるんですね、鼻の先が。はい、 OK、 ここのせました。そしたら次にハイライトに入っていきます。ハイライトはこちらです。3のシマリンググローディオの01番です。こちらも前回の毎日メイクの時に使ってた気がするんですけど、こちらも
右側の明るい方の色をハイライトとして使っていきます。これはなんか大人女子の人におすすめですね。ちょっとね、スリーなので少し高いんですけど、のせる位置はこの鼻のてっぺんと目頭の溝のところと中央、鼻が高く見えるここにスーッて寄ってあげて、この上を結構多めにのせて、残ったのでなんかスーッて薄めに入れてみると結構スーッとして見える。この辺のツヤも今つけてるので、やるとやらないと全然違うので、こんな感じでツヤっぽくなります。マットなのでね、ファンデーションがちょっとツヤを出してあげると可愛いと思います。そしたら続いてアイシャドウに入っていくんですけど、アイシャドウもこちらを使っていきます。こちらもこの色です。これ濃いやつ、これねチークのベースなんですけど、この色が絶妙に可愛いのでアイシャドウとしてのせいきます。こんな感じ、なんかもうツヤ肌って感じです。ちなみに反対側の色ものせます。これこそ本当に肌に馴染むでしょうね。わかるかな、ツヤツヤツヤ。はい、こちらの色をまぶたにのせます。今の色を下にものせていきます。ちょっと手でやるんですけど、最近指でアイシャドウのせるのにハマってて、綺麗にのるんですよね、手の方が。はい、そしたらですね、最近めちゃくちゃハマってるアイシャドウをのせていきたいと思います。こちらね、クリオのアイシャドウの G の10番です。この色がもうめっちゃ綺麗で、ラメが可愛くて、のせます。こんな感じですごい光って見えます。ラメがすごい細かいんですよ。もう指で塗っていきます。私が乗せるのはまぶたの中央ですね、この部分に乗せます。反対も乗せます。はい、こんな感じです。そしたら今の色を涙袋にも軽く乗せます。チークに入っていきます。いつもマスカラとかやるんですけど、ちょっと色が可愛いのでチークをのせたいと思います。使うのはこちらです。キャンメイクのクリームチークの16番です。これもう本当に可愛くて、薬局で見つけた時に、え、キャンメイクの新色のチークめっちゃ可愛くないと思って。今なんかレンガっぽい色が流行ってるんですよ、チークの。これレンガカラーなんですけど、結構はっきりのせるとこんな感じ。なんか最近私こういうカラーのリップとかにもハマってるので、絶妙なカラーが可愛くて早速のせていきます。結構チークってバランス大事なんですよ、あんまりつけすぎないように。のせます。コツは一回ここにポンポンって色をのせてから伸ばしていきます。のせてから伸ばす。すごいいい感じ。さっきのハイライトをのせたのですごいチークだけっていうよりもツヤっぽくなります。ビューラーをします。資生堂のビューラーです。はい、まつげ上げました。そしたらマスカラ下地ですね、いつも使っているこちらです。エレガンスのカールラッシュフィクサーです。マスカラに入るんですけど、私前回ケイトさんの縛りメイクの時にこちらのボリュームタイプの方をレビューしつつ載せたと思うんですけど、これがロングタイプの方で、ボリュームタイプのやつがめちゃくちゃ良かったので、ロングタイプのやつも買ってみようと思って、使ったらめちゃくちゃ塗りやすかったので、今回はこちらをご紹介したいと思います。はい、マスカラはこちらです。ケイトのラッシュフォーマーウォータープルーフのロングのブラックです。これなんか今結構大きい広告にもなってて、薬局とかでもでーんって大きい、一番大きいポスターとか今押されてるマスカラなんです。形がね、こういう感じで、ちょっと若干こういう感じになってます。最近いろんなマスカラの形があるけど、先が細いのも結構多いかなと。乗せます。なんかボリュームタイプのやつがめちゃくちゃボリュームすぎるので、私好きなんですけど、なんかロングタイプのやつがいいかなと思います。
ない時ってマスカラバーって塗っちゃうとマスカラの強調がすごいので、なんかアイシャドウあんま色のせない時はこういうロングタイプを合わせてますね。ボリュームタイプ結構気をつけないと難しかったりするので、綺麗に塗る意識をしないと。このロングタイプの方がマスカラ塗るの苦手な子にもですね。はい、こんな感じです。塗れますから。めっちゃ上がってますか？ボリュームはこれのなんかもうちょっと広がる感じかな、ボワーみたいな。ロングがなんかほんと縦に伸びる感じ。そしたら下も乗せます。はい、マスカラ終わりました。こんな感じです。はい、そしたらですね、インラインを引いていきます。インラインはいつも使ってます。こちらです。ケイトのレアフィットジェルペンシルのブラックです。多分私電動入りだ、これ。多分どのメイクでも使ってますよね。結構出てきますよね。あ、マスカラの評価するの忘れてた。じゃあこちらのマスカラのレビューというか評価をしていきます。ケイトのラッシュフォーマー WP ブラック、ボリューム星2、カール星4、ロングは星 4.5、 デザインシンプルだから星4、キープ星3、嘘 3.5、 好き星4かな。ボリュームの方がやっぱ好きだな私は。そしたらインラインに入っていきます。のせます。はい、インライン終わりました。多分目元がパッチリしたかもしれないんですけど、最後に目尻にアイラインを引いていきます。使うのはこちらです。レアナニプレミアムリキッドアイライナー S のディープブラックです。こちらはインスタに載せたことあるかもしれない。ちょっと手に乗せるよ先に。ピーン、こんな感じ。なんかあれっぽいかも、習字の筆っぽい感じです。最近あの目尻のラインの長さもすごい短いのになって、アイシャドウをあんまりのせないときってアイラインすごい目立っちゃうんですよ。だから本当にこの延長線上に若干外に出す感じ。はい、はい、そしたら最後に本日の主役リップを使いたいと思います。これね、もう最近買ってめちゃくちゃ使ってるリップなんですけど、珍しいんですよ私が MAC のリップを使うのは。はい、こちらです。 MAC のチリです。チリというカラーで、もうマックさんのリップの中だったら割ともう殿堂入りしてるぐらい結構人気なリップなんですけど、この色ってめっちゃ絶妙カラーで、私の多分今回の紹介したチークと色が似てるかもしれない。なんかこういう感じの色のリップ探してたんですよ私。ちょっと似てません？私の多分好みの色なんだと思う。ちょっと手にのせますね。こんな感じ、すごい発色いいんですよ。最近このリップずっと使ってます。多分めっちゃ似てると思う。落ちにくいので割と好きですね。今遊びに行く時とかこれ使ってます。乗せます。こんな感じです。いい感じ。なんか私がよく使っているシャネルのリップあるじゃないですか、割と濃いやつ、赤ブラウンっぽいやつよりオレンジ味が強いんですよ。オレンジレッドブラウンみたいな色想像するとそういう色です。オレンジがちょっと強めの、やっぱオレンジっぽいリップが好きなんですよ。これオレンジ味が入ってるこういうダークっぽい色可愛いなと思って最近はこれを使ってます。はい、それでは最後にこちらを使っていきます。ででん、クラナンスのフィックスメイクアップアフターメイクアップローションなんですけど、こちら結構多分美容マニアの方とかもすごい知ってるものだと思うんですけど、私のモデル友達とかも結構使ってる子が多くて、メイクが崩れにくくなるんですよこのスプレーは。いきます。ぐらいかけて最後に軽く手でこう押さえてあげる。これをねつけてあげると、つけてないと全然メイク崩れが防げたりするので、すごいいい香りなんですよ。ゆきさんどうですか？いきます。何の香り？バラベンダーみたいな。バラベンダーだ。は
はい、完成しました。イエイ。はい、ということで2018年秋バージョンの毎日メイク終了しました。イエーイ。はい、こんな感じなんですけど、今回いつもと何が違うかというと、アイシャドウかな。いつもなんか赤っぽいブラウンっぽいアイシャドウの色をのせるんですけど、今回色がついてるアイシャドウをのせてないですね。もうベージュっぽいというかベースっぽい色にラメをのせるだけなので、ご紹介したことがない感じの毎日メイクになったんですけど、最近割とこういう色のメイクが好きで、なんかチークとリップがすごいお気に入りなものがあるので、あえてアイシャドウには色をのせないっていう感じで、その方がね、目がすっきりして見えるというか、逆に目がバッチリして見えたりするので、なんか最近毎日こんな感じのメイクをしてます。ラメでキラキラみたいな感じです。はい、ということで次の毎日メイクは今度冬になりますね。あ、私あれやりたいんですよね。なんかよくデートメイクしてくださいっていうコメントとかも多いから、ちょっと冬ってやっぱ可愛い感じに見えるから、ちょっとそういうのを意識した毎日メイクをお届けできたらいいなと思います。それではよかった方はチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。それでは皆さん、おやすみルクティー。こんにちは。声なんかこんにちはこんにちは飛んでった今飛んできましたよね。挨拶も言えなくなっちゃった。こんにちはってやめていいですか。何にします。こんにちは。おお。前田です。え、どうしよう、頑張ります。私はハーブティーだ。いや、はい、ハーブティーです。あなたはハーブティーです。なんかめっちゃコメントでハロウィンメイクしてほしいって来たんですけど、ハロウィンメイクって何ですか。あれじゃない、ちょっと黄色となんかオレンジ系。ハロウィンカラーのってこと、うん、それどうしてハロウィンにするんですか。仮装してハロウィンの気分をこう味わいたいけど、ちょっと仮装まではあれできないな。ハロウィンだ、そうだ、ハロウィンメイクをしようっていう人いるか。ヨキさんするんですか。僕はまあ3日に1回はハロウィンメイクめっちゃエブリデイじゃないですか。もう